さあやってみましょう。もしつぶシリーズのね、総仕上げ、最後はこれだ。野球遊で遊んで楽しんでいこうというのが、まあ、いつもこうやっぱせっかく作ったチームをね楽しまないのはおかしい。これか、こっちか、これか、これかな。1年目10月1週前半これかな。まあ、とりあえずまずっていうか、まあ、多分まあこれがラストになるんじゃないか、野球つくシリーズと思うけど、もしかしたらあれやるけどね、またあのファイターズ、レジェンドファイターズとの一戦をやるかもしれないけど、あんまりその需要がないかもしれない。あの1年目からカープで優勝シリーズ作ったあのチームともう戦おうかなと思います。守備マニュアル、視点表示なしなし、よしやっていくぞ。さすがにこっちのチームの方が強いぞ、おそらくカープで優勝シリーズよりは。あっちは優勝したからな、あっち優勝してない、こっち優勝したからだっていうことで、チームとしてはちょっと変えなくちゃいけない部分があるね。5番、まあ、打者はいいかな、交代とかしなくていい気がする。これ見たら多分田中健介の方がいいんじゃないかな。もうすでに肩 A だし、ショートで肩が弱いのは割と致命的なんだよな。まあ一番下に置こう。いや1番新庄置きたいけど、小笠原が2番、3番に坪井を置く。いやでもだったら坪井を1番だな。でこう貝が弱いな、貝が弱いな。まあええか、これぐらいで。センターレフト、ライトに4番どうか、それはよくないな。ライト4番と、これでいきます。よし、ミンチか。1年目からカープシリーズってそんなにミンチ投げてたかな。誰がエースだった？ミンチ、あの投球フォームが長いからあんまり好きじゃない焼きつくにおいては足をこうふにゃんとするフォームがね、ふにゃんとするフォーム。さあ尾形です。ウィー、余裕ですな。ちょっと最近あのパソコンの調子が悪くてですね、パソコンの調子が悪くてですね、ちょっと動画を撮るの、あっカクカクになるんですよな、カクカクに。それがちょっとこうどうしてうまくなる。うえ、これはヒットになっちゃうぞ、回っちゃうぞ甘いフォークだったか、甘いフォークだな。おズボン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 、誰だよおズボンって。聞いたことねえよそんな人、おズボンなんて現実世界で。いきなりビハインドかよ、判断が悪いか。見てくれ、死んじゃなかった。ダメだ、すごい通り打ちだ、なんだこれ。新庄の肩を持ってしてもまあこのぐらいの3点取られてる時点でもう話にならんのんだが、おかしいだろ。なんでこんなにガンちゃん打たれるんだ、全部ギリギリ投げてるのに。大体ギリギリ投げてるのにフォーク。よしこれちょっと落ち着いていこう。外からのスライダー、追い方はまあそんなに悪くないぞ。3点ぐらいでなんとか。でもバッティングあんま自信ないんだよな最近。ではそれパソコンの方でね、パソコンの調子が動画はあまりこう撮ってなかったです。どういう解決しないかなと思いつつ、多分ねあのグラフィックボードが加熱しすぎみたいなことで、うちのグラフィックボードちょっとあの欠陥品なところがありまして、ファンがついてたやつのファンの周りが悪いから、それ取り外して、それをなんか別のファンだけついてるボードを刺して、それでおホームランじゃないですか。よし
ああ、ザトゴンのもいいよ、ザトゴンのもいいよ。なんだ、打てるじゃないか、俺も。お母さん、ファンだけのなんかボードみたいなのつけてやってんだけど、そのファンもなんかちょっと故障中かプラスチックが劣化してて、それをなんか無理やりグルーガーみたいなね接着させたりして、そんな感じで使ってるから。私買いたいんだけど、なんかその同じものが手に入らないっていう、多分似たようなものはあるんだけど使えなかったら怖いしみたいなことで、何の対策も取ってないボロボロのグラフィックボードでなんとかやってる。だったら新しくグラフィックボード買えばいいんじゃないかなと思うんだけど、このパソコン自体が Windows XP だから、はっきり言って変えたところでソフトがドライバーがインストールできるかどうかわからないみたいな気持ちでね、困ってるわけですね。でいつまでこの XP で動かし続けるんだって思うんだけど、過不足、セキュリティ甘々なことさえ除けば過不足ないですね。何がしたいっていう、まあ、過不足ないってことはないわ。あ、全然不足してるわ。例えばライブとかストリーム配信とかできないからね、ソフトが対応してなくて。だから YouTube とかでライブ配信できない、してみたい欲はあるけどできないっていうこともあったりする。まあでもね、あんまり生放送は個人的には好きじゃない。人の時間を奪ってしまうのはあまり好きじゃなくて、まあ、動画上げてる時点で奪ってるんだけど、好きな時間まで奪ってしまう、自由な時間まで奪ってしまうっていうんじゃないかなっていう、ニコニコの生放送があんまりね、文化的にあまり好きじゃなかったもんで、深夜2時3時とかまでさ、生虫さんが放送してるから付き合って見に行くみたいなさ、生活、生主とともども視聴者も悪くなるじゃないかっていう、そういうことを思ったりするもんで、実況のこう一つ動画をね、一つずつ動画上げてくるんだったら、生放送じゃなく動画だったら好きな時間に見るじゃん。暇な時間とかさ、昨日のやつとかを今日見るかみたいな、昨日のやつをちょっと疲れた、家に帰って、あ、まあ昨日のやつ上がってるから今見るかみたいな気持ちで見れるから。でも生放送だったらその時間を待たなくちゃいけないから、待って夜更かしして次の日自分の生活がガタガタで、それは責任が取れないんじゃないかっていうね。はい三振しておきます。喋りながらやると三振する。そしてなんか今左手の親指がずっと痛くてですね、なんか痛いな。これなんか庭の落ち葉かけしてたらトゲが刺さった時からずっと痛い。なんだろうね、なんかよからぬ菌でもそれに紛れ込んでいて、おお、いい当たりがー。ちょっと市民救助でやってるんだ。そう、自分でなんか意図せず選んだけど市民救助でやってます。向こうにもがさ、こっちのがさのが強いな。3割4分2で打ってる。えい、おっと、ジャンプちょっと遅かった。おバンドじゃない、新庄行け。3塁狙ってもいいんだぞ、ロペス。どうすりゃいいんだろう。これは、この辺かな。よし。正直負ける気はしないぞ。負けたくないぞ。浅い。ウィー、ほら。金本。カープ、金本。これでストライク取れるからね。低めのフォーク、低めのスライダー。そして高めのスライダー。で高め、低めの今、スローカーブだったんだ。これなんだ、フォークか。これね、野球つくのすっきりした画面が好きだね。コロプラの野球ゲーム、プロ野球バーセスかなんか。もう、最近ちょっと触ってたんだけど。うん。まあ、パワープロとかもそうだけどさ。どのゲームやってもそうだな、大体どこに球が来るかみたいな予測のやつが出るだろ。最近のってか、もうここ何年もそういう野球ゲーム多いけどさ、この投げ出しの時点でどこら辺に投げるかみたいなのが出てきちゃう。それ野球かっていう、投げる瞬間までわからんやん。そのここのカーソルを見ながら振るんじゃなくて、お、なんか
砂時計がついてて不穏だな。不安、不穏、不穏だ、不穏。大丈夫だと。打つ瞬間まで、球をこう見なくちゃ。来る球をこう。変化球でも、そこに来るって割って振るみたいな感じになっててさ、なんか違うじゃん、それはっていう。カーソルの動きを見るんじゃなくて、球の動きを見ようよって思うんだよ。野球ゲームなのにさ。それがちゃんとできてたのは、ここの焼き付くは本当に、本当に素晴らしいと思う。今から、今の世代の子供たち、今の世代の子供たちが野球ゲームに触れたら、こういう風な、その、初めからどこに来る球が来るか分からないみたいなのがゲームできるわけだ。多分な、なくて。そんなゲームなくてだな。いや、あまりにも俺が不勉強だけど、実はあるのかもしれんけど。おい、バカ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 。よし、間に合ってる。あれ？あ、そっか、サードがちょっと肩が弱く。もうちょっと追わなくちゃいけなかったんだけど、話しながらだと。外のカーブを、外からのスローカーブを投げてストライクを取りに行くけど、これ見逃してほしいな。見逃してくんない。よし。よし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 。ミンチチコ。すごい名前が、なんで、向こうのチーム。そろそろこの辺りで逆転をしておきたいですね。さすがに。おい、負けちゃうぞ、本当に。負けるのはやだ。負けてるざまーみたいな動画の方がスッするけど、でもこのせっかく優勝したモシキヨシリーズで負けるのやだ。優勝できなかったカープに負けるのやだ。絶対勝つ。大差でなくとも絶対勝つ。よし、いいツーベースだ。肩強えな、金本も。あの岡田とか虎の聖域、甲子聖域とか言われてた。割と肩強いね、この時点で。あー、ダメだダメだ、打っちゃった。外のカーブを打ってしまった。9本打たれながら3失点ってすごくない？4回で9本打たれながら。コンピューター相手にね、あんまりボール球投げても意味がないと思いながら投げたら効いてるな。あんまり投げたくないんだけどな、こういう球。割と振ってくれる。優しいコンピューターをしている。ここかでストライク取れたらすごいな。おお、見たか、ここの角度で、ここの位置です。ここのスローカーブで。あ、振られると。あ、ちょっと。あれはエラーでしょ。プロ野球に一つ物申したいことがあって、プロ野球界に、プロ野球というか、あの野球のゲームのシステムに一つ言いたいことがあって、最近、これも10年ぐらいの傾向だと思うけど、変化球よりもストレートの方がもてはやされるというか、大きい変化よりも、手元で動く球とかの方がもてはやされるというか、大きい変化の球。まあ、これはストライクだな。大きい変化の球って、ストライクゾーンが狭いのよね。カーブとかもそうだけど。まあ、こういうドロンとみたいな感じの、うおい、それ入れるのかよ。ドロンとしたところだと、審判がその、高低差で、ストライクゾーン取ってくれないっていうか、ね。プロのストライクゾーンって、こう四角があったら、ちょっとでもこうかすめたらストライクなわけで、そのストライクゾーンが立体的な正方形、立方形だとしたら、これは平面の四角だけど、実際はその前と後ろの奥行きも含めた立方形だとしたら、それだけ分ストライクゾーンがあるわけで、変化球だったらこうカーブとかだったら、そのかすめる範囲って本当は広いはずなのに、ある意味そのワンバウンドした球とかでも変化球だったらストライクゾーンに入ってんじゃないかなという気がするんだけど、そういうので全部軒並みボールになるから、ただののイーファスとかもさ、一見ストライクゾーンに入ストライクに行ってるように見えてもボールというか、
ただのインファス、インファスピッチ。こう、ふわーんとしたドロップ、こう、ね、上から落ちてくるような球ってさ、ピタッとこう、キャッチャーのミットに入るのは、本当は多分ストライクゾーン、ストライクじゃないんだろう。本当はここのベースの上にポテンと落ちるやつは、落ちたら、こう、高い球がね、それストライクなんじゃないかなと思うけど、それストライク取ってくれないよな、審判おそらくね。野球のルールが、まあ、そんなにね、実際やってるわけじゃないから、なんとも言えないけどさ、体感として、実感として。でも、カーブとかはさ、子供好きだよ、多分。お変化大きいから。おぉ。ストレート、その、手元で微妙に動いてる球は、変化が小さい分だけ、ストライクにはなりやすいっていうのも含めて、打ちにくさもあるけど、採用されるんだと思うんだけど、分かりにくさがあるよね、野球としてね。変化球の大きい変化が画面で見えなきゃさ。まずい。サードさせる。サードさせる。大きい変化球推進委員会みたいな。ナックルボールとかさ、ほんとストライク取ってくれないわけじゃん、あれは。そしたらもうナックル投げないよ、誰もってなっちゃうわけで。ストライクゾーンをね、もうちょっと、ういー、ドアと。ああ、怖い。どうしよう。シャオラー、ショートの肩が、こういうところで。今のは、奈良原をショートに置いてたことが全ての失敗だな。今、後悔してる。非常に後悔してる。よし。これもね、入ってるね。そろそろ本気出すよ。本気出していく。これが本気や。カーブが見えとるねん、こっちには。ああ、でっかいカーブとか投げるピッチャーいなくなっちゃうよな。フォークボールは、まあ、振るんだろうけどさ、ストライクかなと思うボールでも。フォークボールでストライクを取るピッチャーの方がいないしね。変化球でストライクの取れる、そういう風な野球を作っていきませんか。子供のために、子供たちのために。お、玉木だ。あ、組みしやすしって感じだろ。ミンチに比べたら。ああ、ダメだ。じゃあ今入ってんだ。ドリキャスの素晴らしいところはコンピューターで、この球の、どこに球が来たかを確認。うーい。派手なゲームだな。玉木がっくり。内角低めのストレートなんて。素晴らしい。三者連続。清宮のホームランですよ。これが見たかった。これでもうこの動画は完璧ですわ。これができればもう言うことない。来年清宮活躍するかな、してほしいな。20本ぐらい個人的には打ってほしい。高卒2年目に20本、ちょっと厳しいかな、時代的に。分からんけど、日本もさ、メジャーみたいにさ160試合ぐらいやってほしいんだけど、ダメなんかな。160試合ぐらい。打てる、この玉木打てるわ。玉がそんなに速くない。あー、カーブだ。しかもストライク、やりよる。160試合ぐらいやって清宮のためにな。王の記録を抜くために、清宮のために。これからずっと日ハムで使い続けたら多分1000本ぐらい打てるんじゃないか、ホームラン。1000本打つには、まず試合数160試合にするだろ。そしたらまあ50本ぐらい打てるわ、きっと。全盛期になったら、清宮が全盛期になった頃には50本ぐらいをコンスタントに打てるようになりますわ。いや、もしかしたら70ぐらい打てるかもしれない。マグワイアや操作のように。バリー・ボンズのように70本ぐらい打てるかもしれない。そうしたらだな。70本を10年続ければ700本だな。
だいぶ見えてくるだろう、大声が。20年プロ野球できるかどうかは分からない。全盛期を20年保つのって多分難しいと思うけど。でもね、福留とかさ、まあ金本もそうだけど、結構選手の寿命も長くなってるからさ、もしかしたら、まあ、50本ぐらいでもいけるかもしれないけどね。20年50本打てば1000本だな。20年ってことは今38ぐらい、清宮が18で入団したとしたら38ぐらいまでか。毎年50本打てばか。難しいな、50本。この試合数で50本はなかなか難しい。20本じゃ20年でも400本にしかならない。んてっ、おっ近い。まあ走るな、させんさせん、ここで、ああ、まあいいでしょう。野口の一発で、ほんまかい、ほんまかい、ほんまに一発かい。どんな試合なんだこれ。今のスライダーも見えてたな、普通に見えてた、来そうな気がしてた、なんかこっちに入り込んでいくなっていうの。いやー楽しいな、やっぱ野球つく楽しいな。これをなんか、あの、今あったらいいのにな、今これがあったらいいのに。野球好きだね、野球遊ばな、野球ゲームとして完璧だと思うんだよ。何が完璧って言うと、手元のコントローラーでどこに球が来たかと、どこに球を投げるかとかが分かるから、この画面がすっきりしてる。これが画面表示タイプのゲームだったら対戦できないのよね、2人で、あの本体2つ持ってから。まあ、ネット対戦が普及してるから、まあ、こっちではここに投げるけど向こうの画面では違うように見えてるっていうんだったら、まあできるけど、できるけど。走らせる、バント見せかけてボールを打っちゃうか、ホームラン。おいおい、さあ3番新庄トマベチ、あー分かってた、多少分かってた。スライダー、あー違うな、ボールだった。スライダーってのに山を張りすぎた。フォークに山を張る。よし、もう一球、次はカーブ、ストレート、スライダー、カーブ、ストレート、ボールだな。今のもボールって分かってる、見逃してるから。フォーク、ストレート、打ちたかったな、目が良すぎた。集中して集中して、スライダーじゃ当たってるんだけどな。いかないいかないいかない、あ、いけたか、わからんな、ちょっとわからんな。あー、カーブか、カーブがいいね、カーブがわからんね。いや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 、まあトマベチクラスの選手だから、まあなんとか打ててるかな。それでもまあホリス出てるかなって感じだけど、これでストライクだからな、こういうのをストライクしてほしいわ、現実プロ野球でも。ほとんどストレートは確かに審判の人は見えるかもしれんよね、どこの軌道があって。変化球は難しいんだろうなと思うものの、投手有利にね、変化球をもっとバンバンストライク、おいー、させるんじゃないか。あ、新庄だったらさせてたな。ほとんどストレート投げてないな。いい球、次は内角の高め、全然内角の高めに行ってない。
この青いところのに出てるやつが、そこに投げてっていう風にカーソルを指定してて、で実際に行ってるところがオレンジのところに行ってます。これで投げてほぼ重なってるっていうのはコントロールがいい証拠だね。でこのコントロール重視と球速重視みたいなのが選べたりする。それはそのカーソルの押す長さによって、カーソルじゃないな、カーソルじゃないな、こうトリガー R トリガーの押す時間の長さによって速い球と球速差が多分5キロぐらい下がる。ちょっと見せよう。長押しするとコントロールが良くなる反面球速が落ちて134キロ、早く押すと140キロね。多少あのズレが、投げたいところからズレたりするけど141キロ、長押しすると132キロ、まあそうか、10キロぐらいもしかしたらこう、あ、差があるかもしれない。これもう変化球にも同じことは言える。本当にいいゲームです。この野球はそうは。なんでこれをこう作り続けなかったんだろうなって思うぐらい。永遠にできる。延々にできる。あれが今のちびっ子たち、今のスローカーブが見切れるだろうか。いや、見切れはしない。このスローカーブが。そして外からのスライダーが見切れるだろうか。まあ、これフォーク、ストライクだからね。これとこのボールのフォークを見比べるのってすごいよな。見極めれるたらすごいよ。低めでいってる。外のストレート。いや、前か。前だけどこれ落ちる。ポテンやんけ。間違えた。ここで追いつかれる。うわ、負けるぞ本当に。ここで下手なことをしては負ける。外へのスライダー、外へのスローカーブ、怖い。よし、内角にシュートで少し体を起こして、まずいんじゃないか。内角で体を起こすつもりのシュートがストライクのゾーンに入ってるね。今のは入ってますね。スリーラン、一気に3点差。怖いな、野球ってやつは。あと2イニングで3点差逆転かい。小林寛平、今まで2000球のピッチャーだけど、小林寛平は1000球のピッチャーだぞ。カープの、この1年目が優勝後のカープの。フォークがやばいほど落ちる。逆にフォーク以外に山を張りたいけど、向こうのコンピューターの設定が一番強いのにしてるから、多分フォークを有効的に使ってくるはず。この使ってこないな、逆に。なんていい頭してやがる。よし、このフォアボールは大きい。よし、いい。ここでバントするかどうかかな。しないな。2点差を逆転する、3点差を逆転するためにここでバントするのは愚策。一番いいのはフォアボール、一番いいのはまあヒットだけど、フォアボールを狙っていく。今のフォークなんかも見逃すつもりだから、ただ見逃してるだけで、多分打ちに行ってたら普通に引っ掛けてサードゴロ。あー、入るかそれ。よしよし、 2-3 カットしたいな。カット、うわー、今のフォークは打てんな。このストレートもな、打ちに行かなくちゃ打てないストレートだったな。消極的じゃ打てない。これは見えた、消極的だから見えた。積極的に、いやー入ってる。カーブ負けてるな、気持ちで。あー、ダメだー、
今のもダメだ。ガンちゃん交代。代打で出せるレベルのやつがな。稲葉か、稲葉がおるわ。今ちょっとフォークかなと一瞬思った。フォークだったら入ってた。厳しいな。内角高めにスライダーでストライクを取られた。2球内角高めに来たから低めに来そうだけど、外角低めあたりフォークで来るかもしれない。予想立てて、あーダメだ、ストレートが。立山。ピッチャー交代です。うわ、三遊間抜けた。一塁へ送球。スライダー。ストライク、見送った。負けちゃうぞ。クソ守備によって負けちゃうぞ。でもあんまり守備のせいという気持ちはないんだけどな、こっちの中では。要所要所ではホームランぶち込まれてるから。サードいない。シンカー低め。だすぐ投げるべきだったな。ちょっと一瞬追おうとしてしまった。打ち上げた。ダメか。高めからの低めの進化。これで振ってくれ。スライカーブを外から同じところに。うわ、満塁だぞ。ストレート弱点に。よしよしよし、難しいな。オズボン外角からのカーブからまず見てもらう。うー、怖ー。次はスライダーをインコース高め。ファールかな。ストレート内角高め。を見てからのど真ん中低めに進化。これはフランか。外からのスライダー外角低め。よし。リードが勝った。大腰をレフトに。集中していこう。ストレートを有効的に使ってるね。効果的にな、有効的にってな。よっ、ダメ。これは難しい。スライダーが頭にないからな。切れるな。逆に入れ。今のはフォークボール、入ってもないボール球。これストライク取られたらこっちは厳しいよ。負けるぞ。このままいくと。ストレートのフォアボール。
ストレート投げるな。思った以上にストレート投げるな。20本も打たれてる。おしまいです。ほなまた。